はい、こんにちは、ジャンゴです。今回のリボ八は、前回のデッキと中身は変えずにリーダーを はい、なでちゃダメっす。まあ、指輪のね、あの魔人に変えてちょっとやってみようと思います。さあ一緒に勝ちまくってビッグでメジャーにバズるっすよ。参ろうぞ。ん、クマだ。このクマもね、なんか金太郎のクマらしいですね。気を引き締めていこう。なんか何のクマだよっていう初め思ってたけど、まあ金太郎のクマらしくて、一応こいつもなんだ、リーダーに設定できるみたいなので、そのうちちょっとクマもね、使ってみようかなと。王の勇姿を見よ。あ、しまったな、それ全然下手くそだった。あ、でも王様が届くな。これは上攻めた方がいいか。あ、しまった。よく見てなかったって。なんか喋りながらだとなんか画面を見れてないし、かといってなんかゲームに集中するとうまく喋れないし、これの実況は結構難しいですね。とりあえずちょっともったいないから出しとこう。正義の味方の登場だ。なんとかねこいつを使っていきたいんだけど、相手も相手でね、攻撃してくるから。あー、どうしよう、これ撃った方が良かったのかな、ちょっと。そうか、ここに出す。ここは通せる。おお、相手クマリーダーなのか。ガオガオガオ。え、何これ。まあ、とりあえず上からじゃあ王様と指輪で行ってみるか。あ、違う、今これはこれ打った方がいい。よしよし、危ない危ない。ちょっと今めちゃくちゃ無言だったな。ちょっと待って。まあ、とりあえず落とされちゃったけど、こっちも落としたよと。使ってみるか。これね、敵には使われたことあって、なんかもう一人出てくるんだよね、こうやって。この状態で加速と、どっちも加速するのかな。そんなことはない。なるほど。ああ、ちょっともったいないな。王の勇姿を見よう。引き締めていくね。そうか。私が来たよ。ちょっと守りに入らざるを得ないな。
あ、それそっち行っちゃうの。ちょっと。あれ引き分け。これは微妙だったな。ちょっとすぐもう一回行こう。このね、指輪の人ね、なんて言うんだろう、建物に、建物にあの謎の液体をねボトンと落としてダメージ与えるんだけど、それ以外のものに攻撃しないから結構使い方が難しいというか、俺もまだよく分かってないぐらいの感じなんだよね。あ、アイテム使ってきた。これは撃ち落とすしかない。ただじゃ死なねえ。王様と一緒に突っ込んでみるか。あ、じゃあ後ろからアラジン。なんか王様で活躍王様でなんとかしちゃいそうだけど、王様で落とせちゃうな、これは。よしよしよし、じゃあこれこそ指輪の魔人で決めに行きたい。さあ、これで王様が撃たれてる間に爆撃、ドッカンドッカンで勝てるんじゃないか。よし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 、これはなんかうまくいったな。俺っち最高。うんうん、こんな風に使えれば確かに最高。うん、余裕の勝利だったっすね。今日はごちそうっす。ということで今回は、この、指輪の魔人を使って戦ってみたんだけど、これでシンドバッドも王様もアラジンも指輪も使ったから、また違うキャラクターをリーダーにして戦ってみようと思うんだけど、デッキ変えないとダメだな。そしたらこのね、マッチュリの少女とか使ってみたいかなと思うんだけど、そん時に、何だったかな、あのね、そう、攻撃タイプ固定みたいなね、なんか作ってあるデッキが後ろの方にあるのを発見したので、次回ちょっとこのデッキで戦ってみようかなと思います。まあ、これだったらマッチウリとクマと、まあ、赤い靴とシンドバッドはすでにリーダー見てるけど、まあ、これで戦ってみて次にクマリーダーにしてもう一回戦ってみてみたいな感じで、このデッキでねちょっと次とその次は戦ってみようかなと思います。ってことでね、まあ、今回は指輪の魔人で、戦ってみましたということで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ではありがとうございました。